はい、では花の作りのところを説明します。はい、これが花だとして、真ん中にあるものが、雌しべです。雌しべ。で、その雌しべの次にあるものが雄しべ。で、雄しべの次にあるものが、花弁。花びらのことね。花弁。で、花弁の次にあるのが、萼です。では次にもう少し、詳しく見ていきます。はい。真ん中にあるものが雌しべで、その雌しべの先端のことを、柱頭って言います。柱頭。で、雌しべの下のこの膨らんでるところを、子房。そして子房の中にあるのが、将来、種子になるところ、種になるところです。はい、ここを胚珠って言います。胚珠ね。はい。で、おしべの先っぽは、萼って言って、この中には花粉が入っています。はい。次に、花粉が雌しべの柱頭につくこと、これを、受粉と言います。花粉が雌しべの柱頭につくことです。受粉。で、受粉した後、その後の話です。胚珠は種子に変わります。種です。種子。で、子房は果実に変わります。はい。で、反対に覚えないためにも、胚珠。種子で、ここがまあ、しりとりみたいになってるって覚えておくといいかな。はい。で、胚珠が子房に包まれている植物のことを、被子植物って言います。